はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、僕の今までのギターに触ってきた歴史をダラダラと喋っていきたいなと思うんですけれども、まあ僕自身がですね、本を見ながらだったり、見よう見まねでギターを練習してきて、で、まあその分、こう、人よりは時間が、習得するのにすごく時間がかかったので、まあ回り道とか今では考えられないようなことをいろいろやってきたわけなんですよ。なのでそれをこう今ここで喋ることで、まあこの動画を見た人にはそういうふうになってほしくないなっていうようなふうにして、聞いていただきたいなと思います。でまあ僕自身はですね28ぐらいかな、そんぐらいの時からこう割と本格的にギターの練習を始めたわけなんですけども、まあ今40歳だから12年ぐらいギターに触ってきたわけなんですけれども、まあ28から始めたと言いましたけれども、実際にギターを初めて買ったっていうのはもっと前で、大学ぐらいの時、大学4年かな3年かな、そんぐらいの時に、リサイクルショップで売ってた1000円のギターを買ってですね、で真っ白いギターだったんですけれども、それをまあ弦もサビサビで、で たまたま友達でエレキギターを弾いてた人がいたので、その人に弦の交換の方法と、チューニングだけ教えてもらって、で弦を自分で巻くんだけども案の定1弦切ってしまったっていうのは覚えてますね。でなんかギターに関して、人から教えてもらったっていうのはですね、まあ後にも先にもこの時だけだったんじゃないかなと思うんですけれども、だからその時の大学の友達に会うとね、僕の俺のギターの先生はお前なんだよって今でも冗談で言いますけれども、まあそんな感じなんですけれども、でもその時はその時でもう全くコードも何も知らない状態だったんですけれども、で、ですね、まあチューニングは教えてもらったから、なんとなくここが C だ、ドだなっていうのが分かって、ドミソ。なんかこれで C なんじゃねえかなっていうのはなんとなく覚えました。でしばらく C しか弾けない日が続くわけなんですけども、ある時ですね、親戚がうちに遊びに来た時にですね、あギター弾けるんだって、その人女の人なんですけども、あギター持ってるんだ、ギター弾けるんだ、いや全然弾けないんだよっていう話をしてて、でその人がその僕のギターを1000円で買った安いギターを手にして C を弾いた時にですね、その人は僕が押さえてる C の押さえ方とは違う押さえ方をしてたんですよ。まあ C はポジションは合ってるんだけど指の使い方ですね。でこれが僕がいつも動画でよく言ってるんですけども、 C を押さえるとき僕はこう指を横に広げるようにして、指を当ててたわけなんですけども、その親戚の女の人はこう指をずらす、そしてこう横に寝かせるようにして C を弾いてたんですよ。なのでそれを見た時に、あそういうふうに押さえるとなんか楽なのかなっていうのをその時見てこう気がついたっていうのを今でも覚えてます。なので、僕がこういろんな動画の中でここをこうしたらいいよっていうのはですね、その時こう自分で気がついて、あそういうふうにすればいいんだっていうことを紹介してるだけなんですよね。でなので、まあ、僕の経験談からそういうふうにするといいんじゃないかっていうことを紹介してるっていうことです。でまあしばらくそんな状態が続きます。でろくに弾けもしないんですけれども、でちょっとなんかもうちょっとこうちゃんと弾けるようになったらいいんじゃないかなっつうことで、本屋さんに行って本を買うわけですよ。でその時買った本がですね、まさにこれなんですけれども、ゴーゴーギターのスペシャル版で、ギターすぐ弾けるベスト100曲2001年冬って書いてますけれども、この本を買っ
で、なんかコードみたいなのがいろいろ書いてあるんですけど、あ、で、指の使い方とかも書いてある。そういうのを買って、あ、こういうふうに押さえればいいのか、コードっていうものがあるんだなっていうのを、その時初めて気がつきました。で、これね、もうボロボロ、ほら、もう破けちゃってるんですけれども、未だに持ってます。ページも取れちゃってるんだけども、でないページもあったりするんだけど、まあなんとその時初めて、この本を見て、ギターを練習してたぞという記念にですね、まだ取ってあります。ボロボロですけど、でこれを見て、ちょっとは簡単な曲なら弾けるようにはなってきたのかなっていう感じでした。で、あ、またそっから数年経つわけなんですけれども、ある時ですね、まあ地元のギター弾ける友達と遊んでた時に、なんかギター、その人もギターちょっと弾いてて、その人がまた僕とは違う弾き方をしてたんですよ。それっていうのは、オルタネイトストローク、例えば8ビートだったら、僕、以前の僕だったらこう弾いてたんですよ。じゃーん、全てダウンだけで弾いてたということですね。で、その友達の腕を見てると、なんかね、じゃーん、なんかもっと楽に弾いてるんですよ。なんだろうこの違いはっていう時、それを見て、ん、もしかしてギターって上、下から上に弾くこともできるんじゃねえかっていうのをその時気づいたんですよ。うん、今じゃ当たり前にオルタネイトでやってますけれども、そのぐらいですね、ギターっていうものを知らなかったんですね。リズムは知ってたけど、こんな風にダウンだけで弾いてて、なんか弾けるようになって、俺って弾けるようになったぞっていうふうに思ってたんですけど、そんな状態でしたね。うん、だからオルタネイトストロークも知らなかったっていうことです。で、そっからまたさらに月日は経ちます。 2,3 年経ちます。で、ある程度ちょっと弾けるようになってきて、今まで持ってたギター、まあその時はですね、中古で買った1万円ぐらいのギターを使ってましたけれども、そっからまたさらに、もうちょっといいギター欲しいなっていう風になってくるんですよ。ちょっと弾けるようになるとね。で、その時買ったギターが、このモーリスのこれなんですけれども、W61 っていう、ギターですけれども、僕が持ってるギター、今10本ぐらいありますけれども、すべて中古ですね。で、これだけが新品で、この当時7万円で買いました。結構勇気出してね、7万円って結構勇気いるよね。で、買ったわけなんですけれども、その時に、今でも覚えてるんですけれども、オルタネイトストロークはなんとなくできてました。だけども、F も微妙だな。微妙、弾ける時があるぐらいのレベルで、ギター屋さんに行ってですね、このギター選んだので。で、試奏する時にですよ、店員さんが、ピックを渡してくれるんですよ。あ、どうぞこれ使ってください。あ、いや、いりません。僕がですよ。ピックいりません。で、指で弾くわけですよ。指で弾くっつって、アルペジオを弾くのかっつうとそうじゃないです。ストロークを、ピックを使わないで弾いてたんですよ。当時僕は。どういうふうにして弾くかというとですね、この4本の指をですね、こう一直線にこう綺麗に並べてですね、これで、これで弾いてたということです。アルペジオもろくに弾けない。まあ今でこそ押尾幸太郎さんとかいて、あの人はピック使わないから、そういう弾き方もまあなきにしもあらずだけど、その当時ですよ、ピックも使わないでいきなりこういう弾き方したらね、店員さんはびっくりしたろうなって今では思いますけれども、そのぐらいですね、ピックを使うことも知らなかったっていう状態で、このギターを買いました。まあその時になんかピッ
何枚かプレゼントしますよってつ言われたったんですけども、結局使わなかったですよね。いつからか、まあ一応ピックも使わなきゃないのかなっつって使い始めましたけれども、だからギター、まあ、22で触り始めたけれども5、6年はピック使ってなかったんじゃないかな、そんな感じで、本当に見よう見まねですね。でギターを練習してました。で一応このギター買ったわけなんですけども、まあ大枚はたいで買ったので一応大事にはしてたんですよ。あんまり弾いてなかったけどね、買った当時は。でも大事にはしてたんですけども、その大事にしようがなんか変なこう解釈で行き過ぎてて、冬ですよ、冬になんかギターっていうものはなんか湿気が少ないと、湿度が低いとなんか、板が割れたりして良くないとかいう知識はなんとなくあったので、冬に、お風呂上がりので使ったバスタオル濡れてますよね、あれをこのギターにバホッとかけて、はい保湿っつってほったらかしにしてたっていうことが ありました。まあ今じゃ考えられないですけれども、でそんな風にしてねですね、わがわけわかんないような、それで、このギターを大切にしてるんだよみたいな風に思ってましたね。でそんなことを 2、3 ヶ月続けてやったっけ、ここのトップの板がですね、なんかよく見たらこれなんかうねうねうねってないかっていう風に気がついて、あやべっつって、これってギターに良くないのかなってその時初めて気がついて、でまあ、すぐやめたんですけれども、そんな風にして本当にですね、何をどうやっていいかわからないような状態で、ギターというものに触れてました。でまあ現行結果このトップの板が変形して、なんだ、現行が高くなってきて、まあ結果として弾きづらくなってたんでしょうね。でその時ぐらいからようやくですよ、ギターメンテナンス、ここのサドルというもの、この白いものをなんか削ってこう低くするとなんか弾きやすくなるっていうのをなんかネットでこう調べて、やってみたのかな。そういうふうなことをこう少しずつやりながらギターメンテナンスっていうものも、少しずつやり始めたっていうことですね。なのでまあこのギターはなかなか、なんつうのかな、僕にいろんなことを教えてくれたギターなんですけれどもまあいいも悪いも含めてですけれども、まあそんな風にしてまあ現在に至るということですかね。28ぐらいから割とこう毎日ギターを弾くようになって、でまあ高いギター、憧れ、まあモーリスが好きだったので、その流れから、横山ギターというものも知って、でそれに対する憧れがすごくあって、まあ、今では2本持ってますけれども、そんな風にして横山ギターまで至るということです。まさかね、横山ギターに濡れたタオルをかけるなんてとてもじゃないけどできないけれども、まあそんな風にして、まあギターの趣味がずっと続いてるという感じですね。だからピックを使ってなかった、オルタネイトストロークを知らなかった、でギターにタオルをかけていたっていうような、今じゃ考えられないようなことをいろいろやってました。でまあさっきも言ったように、僕がいろんな動画で初心者のためのギター講座っていうふうにして喋って紹介しているっていうことは、僕が長い間経験してきてこう試行錯誤して、あれはやってもダメだった、これはやったらなんか弾けるようになってるじゃんっていうふうにして自分で気づいたことをこう、紹介しているだけであって、何かこう自分の中でこう納得いったことを喋って紹介しているということをが今の動画につながってたり、今のギターライフにつながってるっていうことです。なので皆さんもですね、まあマイペースっていうことでいいと思うんですけれども、まあ試行錯誤、自分なりの試行錯誤をしながらやっていくと、まあ結果的にそれがこう自分のギター
演奏が上手くなっていったり、ギターに対する知識が深まっていったりっていうことがあると思うので、この楽しい楽器をぜひ皆さんも習得してほしいなと思います。まあ僕自身もですね、そんなにこうギターがうまいっていうわけではないんですけれども、特別こう早弾きができるとかですね、そんな感じではない、ギターコードがちょっと弾けるぐらいのそんなレベルですけれども、まあ僕よりギターうまい人はいっぱいいますけれども、僕よりギター下手な人まあ語弊はあるかもしれない、僕よりギター弾けない人もいっぱいいて、僕のレベルに達することができない人でもここまで来れるんだよ、独学でも来れるんだよっていうことを、まあこれからの動画、今までの動画もそうだし、これからの動画でも紹介していっていきたいなと思っています。皆さんもぜひギター始めてみてください。やってない人は始めてみてください。なかなかギターを弾く機会がない人もなるべくこうギターに触るようにしてみて、そうするとこうギターが楽しくなってくると思うので、まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を気に入った方はぜひ僕の YouTube チャンネルを登録してほしいなと思います。毎週金曜日の夜に更新していますので、よかったらチェックしてみてください。ではさようなら。